子供の将来の成功を決めるのは IQ でも才能でも運動神経でもありません。やり抜く力です。パート2。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスターオカチです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマは知らないと損する やり抜く力を育てるための親の関わり方パート2ですまだパート1を見ていない方はどちらから先に見ていただいてもええのでよければご覧ください今回の動画ではお子さんの将来の学歴年収幸福度に大きく影響すると言われているやり抜く力 そのやり抜く力を育むための関わり方を厳選して5つ紹介させていただきます一つでも実践していただければ自分が決めたことを最後までやり抜けるようになると思いますので最後までご覧ください このチャンネルでは、子育てを頑張るお父さん、お母さん、子供の教育に関わる方に向けて、子供の天才性を発掘することにフォーカスした動画を配信しています。えー、よろしければ、最新動画を見逃さないために、こちらのチャンネル登録ボタンを押していただけたら嬉しいです。あと、インスタでも発信しておりますので、よろしければご覧ください。それでは行きましょう。やり抜く力を育てる5つの関わり方。1、カメラ散歩。 二、感謝のアイメッセージ。三、余白を作る。四、失敗談を自慢する。五、ペップトーク。一、カメラ散歩。やり抜く子は好きなことや楽しいことを見つける天才です。 大好きなことやったら誰にも言われなくてもできるし失敗しても立ち上がれるもっとやりたいもっと知りたいってなって自分から考えて自分から行動するようになるんですだからやり抜く力を育むためには好きなことを見つける力を高めることが大事なんですそのためにめちゃめちゃ効果的なのがカメラ散歩やることは簡単ですもうカメラを持ってもうスマホで OK です スマホを持って自分が撮りたいなって思うもの、楽しいなって思うものをパシャパシャ撮るだけ。もう場所はもう近所でも公園でも川でも山でも自然でもどこでも OK です。経験あると思うんですけど、カメラを持つとなんかね、センサーが切り替わるんですよ。 なんか素敵なことないかな楽しいことないかなその人の魅力、いいところないかなっていうのを見つけれるようにセンサーが切り替わるんです。よりアンテナが敏感になるんです。ですので、そのカメラ散歩を通じて、楽しいこととか面白いこと、そして世の中の素敵なことを見つけるアンテナのセンサーの感度が上がって、毎日が楽しくて刺激的なものになります。その時の注意点としては、 子供が撮った写真を評価しない、点数つけない、ジャッジしないということです。ジャッジをしたり、それいいねっていうふうに言ってしまうと、子供の興味とか関心がお母さんの方に行くんですよ。で、お母さんに喜ばれるためにはど、どんな写真がいいんだろうとか、お母さんに褒めてもらうにはどんな、えー、どんなものを撮ろうかっていうふうになってしまうと、自分の興味関心が失われていくんです。 ですので、お母さん見て見て、この写真見てって、そんな風に言われた時には、あ、写真撮ったんだね。これ何の写真っていう風に聞いてみたり、あ、これは滑り台の写真かなたけし君はどう思うって、質問返しをしてあげて、自分で考える、自分で評価する習慣を癖づけるのが、癖づけさせるのが大事です。2、感謝のアイメッセージ。 子供が頑張っている時や何か手伝いしてくれた時にいいね、偉いね、すごいねっていう言葉で子供を褒めたり賞賛することもあるのではないでしょうか。もちろんね、これでも OK なんですけどももっともっとやる気に火をつける効果的な方法があります。それが感謝のアイメッセージです。 子供は自分がやったことや言ったことが誰かの役に立てたっていうその役に立てた貢献できたっていうその実感がものすごい嬉しくてやる気に火をつけるんですだからどんな行動が何をしたことがどういう役に立てたのかっていうことを具体的に伝えることがポイントでこのアイメッセージっていうのは どのような出来事で、どのような気持ちになったのか、何が起こったのかっていうことを、私を主語にして伝える和法です。お皿を片付けてくれて、お母さんとても嬉しいよ。部屋を片付けてくれて、お母さんめちゃくちゃ助かるよ。たけしくんが練習を楽しんで頑張ってる姿を見て、お母さんまで楽しくなるよ。 このように、その子の行動が、周りの人に、どのような影響を与えているのかっていうのを、アイメッセージで伝える。そうすれば、自分がやってることが、自分のためだけではなくて、誰かのため、自分の大切な友達、親、先生のためになっているんだっていうふうな気持ちが、さらにさらにね、やり抜く力を上げて、やる気に火をつけていきます。3! 余白を作る。子供を習い事付けにしていませんか毎日放課後の予定がぎっしり詰まっている。そのようなことはありませんか 受験に合格するとか、スポーツがうまくなりたい。そのように、目標を持って取り組むことっていうのはとても大事なんですけども、予定をぎっしり詰め込んでしまうと、やらされ感が強くなって、やる気がなくなったり、ストレスが溜まってしまって、やってることが楽しくない。そして、やめたくなっちゃうんです。ですので、子供がちょっと元気がないなとか、ちょっとストレス溜まってるなっていうふうに、え、思えたら、 ちょっと余白を作ってあげる。ゆとりを作ってあげる。そうすることでエネルギーが解放して、より目標に向かう力が強くなります。余白。それは、誰にも強制されない時間です。自分が思った通りに、自分の気持ちのまま、ありのまんま行動できる。 誰かに早く早くってせかされるわけでもなく何かを達成しなければならないそういうわけでもないんです自分の気持ちのままゆとりをもって活動できるそんなぼーっとできる時間それが大事です お団子作ってもいいし、ボールに猫ちゃんマークを書いてもいいし、庭でね、い犬ちゃんと遊んでもいいし、一円玉をどれだけ高く詰めるかなって、そんなんでもいいし、もう何もしなくても、ぼうこれでいいんですよ。 そんな誰にも強制されない自分が思った通りに行動できるまさに自由な時間がその子の興味の関心の扉を開きます。もっとやってみよう。あれも、あれやってみよう。これやってみよう。もっと知りたいって自分で考えて自分で行動する。そんな主体性が育まれていくんです。 ですので、目標を決めて、その一点に向かってやり抜く。これも大事なんですけども、時には、ゆとりや余白を作って、子供のそういうエネルギーが湧き出てくるような時間を作ってあげることも大事です。四失敗談を自慢する。失敗を恐れたり、100点取らないと。 っていう気持ちが強くなると失敗が怖くなって不安になって心配になって続けることが難しくなります怖くなってやめたくなるんですですので間違えてもいいんだ失敗してもいいんだ失敗は成長するために大事なことなんだということをちゃんと頭で理解することが大切ですそのために効果的なのが親が自分の失敗 失敗談を自慢すするとということです例えば、たけし、聞いてよ。今日な、お客さんにな、新しい商品を説明する、そういう会議があったんよ。で、お父さんね、ずっと一生、一生懸命な、一週間、その、商品の説明の資料とか、台本をな、何を話すのかって台本を用意してて、でな、説明会始まる10分前に気づいて、パソコン忘れたって。 そこに全部新しい商品の説明とか何を話すとか入ってる。そのパソコン忘れてもたって。じゃあ家に取りに帰る無理やん。1時間かかる無理やん。だから諦めたよ。自分の言葉で話す。そう決めたんだよ。パソコンなしでな。そしてお客さんの前で話しました。 この商品を使ってくれたらお客さんの問題が解決されてお客さんは幸せになりますよって自分の言葉で話したいつもは違ういつもは会社からこうやったら話してくださいよって会社から作ってくれた言葉とか台本を話してたでも今日は自分の言葉で話したんよじゃあないつもよりもたくさんの人が商品に興味を持ってくれてたくさんの人が買ってくれ てくれてんなあお父さんパソコン忘れたって失敗したけどそこで気づいたんだよ会社が言われた通りこれを言ってねって言ったことをただ言うだけじゃなくて自分の言葉で話すことが大事,やな大事なんやなって気づいたんだよ。ね まあちょっとね、まとまりなかったですけど、こんな感じで、日頃から些細な失敗、もう大きい失敗でもちっちゃい失敗でもどんなんでもいいです。それを子供に自慢げに話してあげる。それがね、とても大事なんです。 お父さんも失敗するんだ。お母さんも失敗するんだって。で、失敗っていうの悪いことじゃなくて、そこから学んだら成長できるんだって。そういうことを言葉でも語って、背中でも見せてあげる。そうすることで、失敗が怖くなくなり、恐れがなくなり、不安や心配がなくなって、新しいことでも一歩踏み出せるようになります。やめたくなっても、失敗しても、立ち上がってやり抜くことができるようになるんです。あと、こちら。 めちゃくちゃおすすめの本です。失敗図鑑。すごい人ほどダメだった。天才ゆえに死にかけたダリ。成功にしがみついたライト兄弟。新しすぎたピ,ピ,ピカソ。正直すぎて炎上した良さのアキコ。いけてないと言われ続けたシャネル。このように、この本には 数々の偉い人とか伝説の偉人の失敗が詰まっています。これを読んでいただければ、偉くなるためには、成功するためには、目標を達成するためには、失敗が大事なんだっていうことが、より深くわかるようになると思いますので、興味がある方はぜひこちらも読んでみてください。えっと、こちらフりガナも売ってますので、小学生でも読めます。概要欄にも貼っておきます。5つ目 これが話したくてこの動画を撮りました。5ペップトーク目標に向かって頑張って努力して一生懸命やっていると時に心が折れてしまったり自信がなくなったりするそのようなことってありますよねそれは子供でも全く同じなんですそんな時に勇気づけてあげて励ましてあげてそして子供の心に火をつけるめちゃめちゃ効果的な話術がありますそれが ペップトーク、ですじゃんペップトークたった1分で相手をやる気にさせる話術。ペップとは、元気、活気、活力という意味。スポーツ大国のアメリカで試合、ま、試合前のね、ロッカールームで、監督とかコーチが選手の心に火をつける言葉がけとして誕生しました。 で、このペップトークという本は、スポーツだけじゃなくて、ビジネス、ビジネスでも、学校でも、子育てでも、いろんな場面でも使えるようにした。そのようなステップが掲載されている本です。こちらも概要欄に貼り付けておきます。4つのステップです。1、受容する。緊張しているんだね。不安になっているんだね。このように、今のその子の気持ちを、 受受けけ止めてあげる受け入れてああげげるる入れとということ2承認不安な時っていうのはついつい悪いものとか悪いところとか悪い未来を想像してしまいがちになりますですので見方を変えてあるものにフォーカスをするそしていいところにフォーカスすることで気づきを与えて子どもの心に火をつけていきます緊張するのは本気の証拠だよ あなたには絶対に勝ちたいという強い思いと、これまで一生懸命練習して培ったシュート力があるでしょう。三、行動。行動の指示は否定形ではなくて肯定形で伝えましょう。例えば、ミスをするなではなくてベストを尽くそう。緊張するなではなくて楽しんでいこう。四、激励。 最後に熱い言葉や優しい言葉で相手の背中を押して送り出しましょう。さあ行って来いみんながついてるから大丈夫だよ。アイちゃん、今日は主役としての初舞台だね。うまくやらなきゃ、完璧にこなさなきゃってプレッシャー感じてるんじゃないのでもね、あなたの良さは弾けるような笑顔と みんなに元気を与える躍動感なんだよねだから今まで一番楽しかった舞台を思い出してその時の楽しい気持ちや軽やかに動けた体の感覚そのままで今日の舞台に立てばいいんだよさあ最高に楽しい舞台が始まるよこのように今感じている不安とか心配とか恐れその感情や気持ちをまずは受け入れてあげる肯定してあげる そしてその上で違った見方をしてあげてその子に気づきを与えあるものにフォーカスするいいものを見ようとするそういうところでちょっとずつ気持ちを切り替えていくそして最後は熱い言葉を投げかけて背中を押して送り出す このペップトーク、励ましの技術としてとても効果的です。特に子供の心が弱っている時、自信がなくなっている時、疲れている時、それでも一歩踏み出さないといけない。そんな場面では有効ですので、ご活用してみてください。はい、以上です。やり抜く力を育む親の関わり方5つを紹介させていただきました。まとめです。1、カメラ散歩。 カメラを持って、もうスマホで OK。スマホを、ま、持って家を飛び出して街を歩きましょう。そうすれば興味や関心の扉が開き、そして楽しいことを見つける力がどんどんついていきます。二つ目、感謝のアイメッセージ。 子供は、もう子供だけじゃなくて大人もそうだと思うんですけど、自分がやったことが誰かの役に立った。これは嬉しいんです。嬉しいからもっとやりたくなる。もっと知りたくなる。そしてもっともっとどうやったらいいんだろうって考えるようになるんです。 ですので、えー、役に立ったっていうことをちゃんと言葉で伝えること。私を主語にして、あなたがそれをやってくれて、私はとても嬉しいよって、ちゃんと私を主語にして伝えてあげる。より具体的に伝えてあげると効果的です。三、余白を作る。 余白っていうのは誰にも強制されない時間。自分がやりたいことを思いっきりできる時間。そんな時間が子供の心にゆとりを作り、そして想像力を爆発させて、興味関心の扉をうわって広げていきます。あれやってみよう。これやってみようって。4、失敗談を自慢する。 失敗することは悪いことじゃない。成長するためにとても大事なことなんだって。で、成功するためには誰しも失敗していることなんだ。それをお父さん、そしてお母さん自らの経験を伝えるということ。これはものすごくインパクトがあります。そうすれば失敗を恐れなくなり、失敗しても立ち上がれるし、そして新しいことでも一歩踏み出せるようになります。五つ目、ペップトーク。 たったの1分で相手の心に火をつけるそんな励ましの技術ぜひ使ってみてください以上ですいきなり5つ全部するのは大変やと思いますので何か1つだけで OK 何か1つだけでも OK ので、なのでぜひ試してみてくださいそして何か変化があったりこの動画が参考になったなと思う方がいたらぜひ高評価ボタン押してくれたらめちゃくちゃ励みになりますのでお願いします このチャンネルでは今回のように子育てを頑張るお父さんお母さん子供の教育に関わる方に向けて子供の天才性を発掘することにフォーカスした動画を配信しています興味がある方は最新動画を見逃さないようにするために赤いチャンネル登録ボタンをポチって押していただけたらめちゃくちゃ嬉しいですそして一つ告知させてください 2020年9月の中旬に子供の生まれ持った才能や魅力を発掘する天才性発掘プロジェクトを始めますこれは一言で言うとアウトトプット型のオンンラインスクールです、えー、近々リリースするのでもし興味がある方は概要欄に貼ってある SNS をフォローしてもらえたら嬉しいですはいということで、えー、以上になります え最後まで聞いていただきましてありがとうございますワンダフルな一日をお過ごしくださいさようならやり抜くぞ今日もルンルン